ビクトルで階段を一度追い越した方がいいんですか？あー、それいい質問ですね。あれは追い越してるってよりかは生存者と同じ高さに並ぶっていうのを狙ってやってる。ビクトルってこうやって下から上にやると飛びすぎちゃうし、上から下にやるとこうなるんよ。だからまず生存者と同じ高さまで並んで横向きに当てんのね、絶対。だから一旦この辺まで行くの。追い越してるってわけじゃないんだけど、生存者と目線を合わせるっていうのが大事。そうすると階段でも外さないです。ベルも DVD 解説。